バレリー・レガソフ・バレリアレクセエビチ・レガソフは、ソビエト連邦の科学者、ソビエト連邦科学アカデミー会員、チェルノブイリ原子力発電所事故の調査委員会責任者を務めた。1986年4月26日のチェルノブイリ原子力発電所事故の直後、ソ連政府の対策メンバーに選ばれて現地に急行した。レガソフは、今対応を取らないと、 放射能は世界に拡散すると、怖がかに主張、鉛や炭酸水を混ぜた砂袋を空中から投下する緊急対策を認めさせ収束に寄与した。同年7月3日、自己対応のため国費で開かれたソ連共産党中央委員会政治局会議に出席、ゴルバチョフ書記長の質問に答えた。翌8月、ウィーンの国際原子力機関本部で開かれた。 チルノブイリ事故検討専門家会議にソ連代表として出席。モスクワにあるレガソフのハカソ連政府の事故調査委員会の中心人物であったレガソフは隠さずに情報公開する姿勢が政府の反感を呼び様々な問題に悩まされた。そのまま放射線は彼の体を蝕んでいった。レガソフは事故2周年にあたる1988年4月26日に シルノブイリ事故発生直後から災害防止の活動ぶりや住民避難を生々しく記述した告発メモをソ連共産党機関紙プラウダの科学担当記者ウラジーミル・グーバレフ宛てに残した。これはソ連の最高機密であった事故の真相をはじめ以下のような内容を含むものであった。翌4月27日、レガソフは自宅で遺体で発見され、 一本の録音テープが残されていた。現場の状況により自殺と断定された。事故後に唱え続けた原子炉の安全対策が受け入れられずに絶望したなど死の理由には諸説がある。先の告発文は同年5月20日付のプラウダで公表された。1996年9月20日、エリツィン大統領はレガソフにロシア連邦英雄の称号を授与した。 イギリス BBC は残された録音テープをもとにドキュメンタリー番組チェルノブイリ原発事故サバイビングディザスターチェルノブイリニュークリアディザスターを制作2006年1月24日に放映したただし上記作品において BBC はイギリス国営放送という立場からレガソフが主に当時のソ連指導者層の対応を批判しているとの主観で描かれているが レガソフの分析や推論を拒んだのは西側の原子力導入各国も同じことである。ありがとうございます。